ソマリランド共和国は、東アフリカにある共和制国家。通称ソマリランド。アフリカの角と呼ばれる地域のうち、旧イギリス領ソマリランドを領土とする。東部はソマリア、南部はエチオピア、西部はジブチと接し、北はアデン湾に面する。内戦に陥ったソマリアの北西部が1991年5月。 同国からの再独立を宣言して成立した。首都機能をハルゲーサに置き実質的に独立国家として機能しており2021年8月時点で国家の承認をしている国際連合加盟国はないものの2020年7月に台湾が外交関係を樹立したほかエチオピアやケニアのように代表機関の設置や 要人往来で公的な関係を持つ国がいくつか存在する。ソマリーランドは英語でソマリー族と土地を合体したものでソマリー族の地という意味。抗義にはソマリー族が多く居住するアフリカの核全域を指す。列強のアフリカ分割後、イギリスに割り当てられた地域を指す言葉となり、1960年にソマリアと合法するまでの短期間のみ独立する際も、 植民地時代と同じくソマリランドがそのまま用いられた。ソマリランド共和国は1960年の独立を回復したという位置づけであるため、名称をそのまま継承している。公用語表記は以下の通り、括弧内はラテン文字転写。日本語ではソマリランド共和国、通称ソマリランドが一般的である。日本では 国名の漢字表記は行われていないが、ソマリランドと国交のある中華民国では、作馬、リランと表記する。ソマリア時代は、南に位置する旧イタリア領ソマリランドと対比して、北部地域と呼ばれた。現在でも、稀に使用例がある。紀元前5000年頃の作とされる洞窟壁画が、ランスゲールに存在する。ソマリ人地域と、 四族分布ソマリランドは元来、ソマリ人の地という意味で、ソマリ人が居住するアフリカ大陸東端地域をそう、呼んでいた。この地域は19世紀末から20世紀初頭のアフリカ分割により、イギリス、フランス、イタリア、エチオピア帝国に分割された。現在のソマリランドの国土は、1887年に、イギリス帝国の保護領となり、 1905年に植民地化され、イギリス領ソマリランドとなった。イギリス領ソマリランドは1960年6月26日にソマリランド国として独立した。ただしこれは、同年7月1日に予定された、イタリア新宅統治領ソマリアの独立を見越して、同地域との統合を目的とした措置で、この独立は5日間だけであった。 そして予定通り7月1日に、両地域は統合され、ソマリア共和国が発足した。ところが、モガディシオの中央政府は、南部出身者が主導権を掌握し、南部優遇の経済政策などを推し進めた。北部で産出した農作物、果物類は輸出されたが、得た外貨は、南部の開発に費やされた。オガデン戦争では戦火をかぶり、 そこへ追い打ちをかけるように当時の人口に匹敵する130万人超が難民として押し寄せた結果、経済は圧迫され政治は混乱した。住民は中央政府へ反発したが、政府軍によって弾圧、虐殺された。北部地域ではソマリア中央政府及び南部地域への反感が強くなり、ソマリアからの分離独立を求める声も高まっていった。 全国各地で中央政府に対する反乱が起こった際、北部地域ではイサック主体のソマリ国民運動が1988年に放棄し、1991年1月に当時の大統領モハメドシアド・バーレが国外へ追放される頃には北部地域を掌握した。1991年1月にバーレ政権が崩壊した後、 それまでの南部優遇政策と混迷を極めるソマリア情勢に失望したイサック主体のソマリ国民運動は1991年5月18日に旧イギリス領ソマリランド地域の分離再独立を宣言し24日に新生ソマリランド共和国を発足させた。見方を変えると1960年に5日だけ出現して消滅した。 ソマリランド国が31年ぶりに復活したことになり、ソマリランド政府も独立を回復したという立場を取っている。初代大統領には SNM 議長のアブドゥラフマンアリトゥールが就任し、その後1993年5月の選挙で第二代大,大統領にイブラヒム・エガルが選出された。エガルは2002年に在任中に死去し、副大統領だった。 ダヒル・リアレ・カヒンが大統領に昇格した。翌年の大統領選挙で、カヒンが当選した。2005年10月に、会員の議会選挙が行われ、3党が82議席を争った。その結果、カヒン政権の与党統一人民民主党が33議席を獲得して第一党になり、ついで平和統一開発党が28議席。 正義開発党が21議席を獲得した。2009年に大統領選挙を実施する予定だったが、選挙人名簿の不備を理由に、政府は延期を重ね、8月に選挙人名簿なしのまま、選挙戦が始まった。これに対し、野党が反発。野党が優勢な会員は、大統領選を再考する決議を採択した。2009年8月29日、 野党が優勢なソマリランド会員を大統領の命を受けたソマリランド軍が武力で制圧。議員は議場に入れない状態となった。イギリスとアフリカ連合、エチオピアが仲裁に乗り出した。2010年6月26日に大統領選挙が行われ、現地の選挙管理委員会は最大野党、クルミエ党首のアフメドモハンマドシランよの当選を発表した。 2012年に一部領域がチャツモ国として独立を宣言したが2017年10月20日に両者合意の下ソマリランドが再吸収したソマリアの勢力図黄色がソマリランドソマリランドの地理的地図ソマリランド側はソマリア暫定連邦政府に対して激しく反発しておりソマリアとの再統合はもはや不可能な情勢になっている 現地住民の多くは自らソマリランド人と認識し、治安がよく平和なソマリランドは、破綻国家のソマリアは全く別の国であると考えている。隣国のエチオピアは、ハルゲーサに事実上の大使館を設置しており、両国は緊密な関係を保持している。エリトリアの独立によって、内陸国になったエチオピアにとって、ソマリランドの港湾都市ベルベラは貿易ルートとして、 重要という背景もあり、コンテナ取扱施設拡張の完成式典に代表を派遣した。2020年12月には、ムセビヒアブディ大統領の公式訪問をソマリアとの関係が悪化しているケニアが受け入れた。しかし、エチオピアを含め、諸外国やアフリカ連合は、ソマリランドを国家承認はしていない。エチオピア国内にもソマリ人が住んでいるなど、 少数民族を抱えた国が多いためである。同じく、ソマリアからの分離を宣言したプントランドとは、国境紛争を抱えている。プントランドは、ソマリランド共和国と違い、ソマリア連邦政府への参加を表明しており、方針上対立している。また、ソマリランド東部は、プントランドソマリランド紛争も起きており、そこで、独立宣言をする地域が出るなど、 正常が安定しない結果となっている。現在ソマリランド共和国は、旧英領ソマリランドの正半部を支配しているが、北東のマーヒル地域はソマリアへの帰属を2007年7月に、主張、南東のスール州は2003年からプントランドが支配し、さらに西端のアウダル地区にも、分離の動きがある。2007年10月に、ソマリランド軍が、スール州とを武力攻撃し、 占拠した。2008年にソマリランド軍が東部の町サナーグを攻撃し、マーヒルとプントランドの民兵を駆逐した。現在のソマリランド外務大臣はサードありシれで2015年10月に就任した。国連加盟国でソマリランドを正式に国家承認している国家はなく、非加盟国では中華民国しかないが、 10カ国に駐在員事務所を持っているほか、3カ国の在外交換が、首都、ハルゲーサにある。ソマリランドの在外事務所、在ソマリランド外国交換行政は、大統領制を取る。ソマリランド議会は2院制。上院は82人の、長老からなる。もともとは、国民和解のための大会議と呼ばれ、民兵の武装解除に尽力したためピースメーカーと、言われている。 政情混乱が続くソマリア本土に対し、比較的安定した民主主義が行われているとされる。ソマリランドの憲法第9条、第2項により政党は3つまでしか存在を認められておらず、政党は3つしか存在しない。言論統制が行われており、多くのジャーナリストを不当に逮捕、抑留しているとして、国際的非難を浴びている。また、 ソマリア政府を支持することは禁止されており、政治家が追放となった事例もある。2018年に東部の紛争地帯を取材した記者を、2020年には Facebook 上でソマリランド警察を批判する投稿を行ったジャーナリストを、ソマリアの大統領モハメド・アブドゥライ・モハメドと面会した女性をそれぞれ逮捕している。ソマリア本土よりは、 治安が守られているという報告もあるが、日本国外務省は、ソマリランドを含む全土にわたって、ソマリアの治安が極めて不安定であり、渡航者が、テロに巻き込まれる可能性や、誘拐の被害に遭う可能性が非常に高い状況とし、危険レベル4、退避してください。渡航は止めてくださいを出している。2003年には、国境なき医師団の医師が殺害される事件が、 発生しているほか、2005年には民間人と警察との間で銃撃戦が行われたり、アルカアイダ戦闘員が逮捕されたりもしている。ソマーリーランドは6つの州に区分される。その区分はソマリア時代の行政区画とは異なる。地図ソマリランドはアフリカの角の北西部にある。西にジブチ、南にエチオピア、東にプントランドと接する。 北のアデン湾に沿って7 4 0トルの海岸線を持つ。気候は乾燥と湿潤が混ざっている。良好を持つベルベラでは、摂氏47.7度を記録したこともある一方で、北東の町エリガボでは最低気温マイナス3.3度を記録したこともある。北東部は山岳地域で、標高9 0 0ルから2 1 0 0ル程度、西のアウダル地区は、 記憶の平地で海には島、サンゴ礁、マングローブが見られ、中央部トグディール地区は、半砂漠で、多少の緑地がある。エリガボの北10キロメートルには、アデン湾を見下ろす断崖があり、根ズの林が続く。断崖の高さは2000メートルで、エリガボから海へ下る道がある。この近くに、ソマリランドの最高地点がある。緑に恵まれたサバンナ地帯では、 動物が繁殖し、ソナリーランド固有種もいる。特徴的な動物としては、クーズーをはじめとする各種の、霊陽、ノブタ、ソナリのロバ、イボイの獅子、羊、ヤギ、ラクダ、ライオン、チーターなどが見られ、また、ブラウには、カラカルの世界最大の生息地があることが知られている。その他、鳥類や魚類にも多くの種類が見られる。 ソマリランドでの石油とガスの探査活動ソマリランド、飲料産業工場ソマリアと比べて、政治の安定性はあり、経済も機能しているが、国際的には、最貧国の一つとされる。それでも、通貨ソマリランドシリングは、ソマリアの通貨ソマリアシリングより価値が高い。主要産業は、畜産業など第一次産業がほとんどだが、良好ベルベラを抱えることもあり、 海上交通の要衝としても注目される。また、このベルベラ港は、エチオピアの輸出、輸入港としても機能している。天然資源としては、石油、天然ガス、鉛、石灰、金などの埋蔵が確認されているものの、本格的な採掘はされていない。さらに、独立が承認されていないことからアフリカ連合などの国際機関からの資金援助を受けることができない。 状態である。モンティマン・フォードの2010年のレポートによると、ソマリランドでは、現金があまり信用されておらず、キャッシュカードや ATM が普及していないため、キャッシュレス化が進んでおり、モバイルバンキングが盛んであるという。ソマリランド国内では、モバイルバンキングキャリアが競争を繰り広げており、広く利用されている。また、世界各地のソマリランド民は、 ダハブシルのような海外送金業者を使用してソマリランドにアメリカ合衆国ドルを送金しておりソマリランドの人々は世界各地の代理店及び支店を通じて入金されてから5分以内に米ドルを引き出すことができる現地を走る車の99%は日本車であるというまたダーロ航空がジブチやドバイジェッダアビスアベバに就航している 住民は、ソマリ人。ソマリ人は五大士族に分かれるが、ソマリランドの主要士族はイサックで、ソマリア南部の主要士族、ハウエーとは異なる。なおイッサはジブチで多数派を占めているほか、エチオピアにも居住している士族であるが、イサックとは、名前は似ているものの実際には、無関係であり、士族で言えば、ディル士族に属する。大多数の国民は二つの公用語である。 ソマリ語かアラビア語を話す。イスラム教の必修技能であるアラビア語の教育は学校で義務的に行われ国中のモスクでも使用される。また英語も学校で話され教育されている。ソマリ語はクシ語派のエチオピア、ソマリア、ジブチ、ケニアなどで話されている低地東部クシ語群に属している。最も広く使われているソマリアの方言は 共通ソマリ語である。言語の才覚は、ソマリ社会で非常に重要とされている。求婚者、戦士、聖職者、政治家などの能力は、その有弁さによって大きく左右される。イギリス領ソマリランドの時代には、英語が、学校や政府で、支配的だった。そのため政府や民間企業の重要なポストが、ほんの一部の英語使用層によって占められることになる。 言語的には均質性の高い地域であるにもかかわらず、社会の一部の人々にしか親しまれていない外国語の支配に基づいて社会、経済の発展を図ることは大きな社会問題となった。1972年にソマリア政府がラテン文字表記によるソマリ語の公的な使用を必須とし、言語による障害は大きく改善することになった。ほぼべての国民が イスラム教審な派であり、イスラム教は国教となっている。イスラム教以前のアニミズムの痕跡はソマリランドにも認められるが、イスラム教はソマリランド社会の中心的な規範となっている。イギリス統治時代にはカトリックによる布教が行われていた。憲法では信仰の自由が謳われている一方で、イスラム教と以外の布教とイスラム教との改修、帰教を認めていない。 2018年8月、ソマリランド当局は、ブラオで活動するカトリック系支援組織のアメリカ人女性を回収の容疑で逮捕した。アメリカ政府は当局と交渉し、女性は解放され国外退去となった。最初、厚シ会が尽力して、米倉誠一郎が学長を務める、企業家育成に特化した、ソマリランド発の大学院ジャパン。 ソマリランドオープンユニバーシティが2014年11月に開校したが治安が悪く日本政府及び家族から止められたため失敗に終わったソマリランドリパブリックカントリープロフィールアーカイブド2012年2月12日アットウェブサイトハットエビーポリティカルハンドブックオブザワールド2016から20172017 2017年9月15日閲覧 AB, ソマリランドセントラルスタティスティックスデベロップメントソマリランド GDP レポート2012から2017アクセスト15メイン2020ソマリランド worldstateemen.org 2021年5月23日閲覧 ABCDEFG ニュースの門不思議な国ソマリランド 読売新聞長官2021年8月19日、作場、リラン共和国。中華民国外交部。2021年8月13日閲覧。ザナハゴーラハシャキャブカイエーバーレマンカジュアド。人民議会。2021年8月13日閲覧。ルイス、アイエム、アンダースタンディング、ソマリアソマリランド、カルチャー、ヒストリー、ソサエティー。 ハースト、isbn 九百七十八から一から八五零六五八九八六。https コロンス s ッシュスラッシュブックス。google。Go com。スラッシュブックス。id イコール id。クバクオーアージアンド。旧イコールザ・スタルクファクトリーメイン。ドザ・ットザ。エコノミーオブザ・カントリーシンプリー。大統領に野党党首独立宣言のソマリランド。日本国外無償海外安全ホームページ。 コットモソマリーランドリーチファイナルアグリーメント。ソマリーランドデイリー、http ソマリランドデイリー .com、アーティクルズ、137、コットモソマリーランドリーチファイナル、アグリーメント2021年5月6日閲覧。セクション2、ソマリーランドアーカイブド2010年12月10日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、インターナショナル・カウニシル・オン・セキュリティ、デベロップメント・ハット。 ソマリランド、ミニストリーオブフォーリンアフェアーズオールスタッフメンバーズ、ウェルカムドニューアポイントッド。ミニスタードクター、サードアリシャイア。ソマリランドネーションニュース、http www.slanews.com2015-10 ソマリランドミニストリー、オブフォーリンアフェアーズオールスタッフメンバーズ、ウェルカムドニューアポイントッドミニスタードクター、サードアリシャイア。 2018年9月3日閲覧。中村和恵、書評、謎の独立国家ソマリランド高野秀幸町安定した空白地帯の実態。日本経済新聞長官2013年4月10日付、ソマリランドジャーナリストディテーンドウィズアウトチャージ。ジャーナリスト保護委員会。2018年2月22日閲覧。Not yet recognized. ソマリランドマークス30ヤーズオブセルフルールウィズバストチャレンジズガローワイオンライン2021年5月23日閲覧ソマリアテロ誘拐情勢日本国外務省海,海,海外安全ホームページソマリア危険スポット広域情報日本国外務省海外安全ホームページ海外安全ホームページ日本国外務省ちっぽけなソマリランドは 世界初のキャッシュレス社会になれるかテッククランチ2021年8月20日閲覧 NHK アフリカプロジェクトアフリカ21世紀内戦越境隔離の果てに81ページ ISBN4 から14から080693から12018レポートオニーインターナショナルレリジェスフリーダムソマリアアアメリカ合衆国国務省 2021年5月23日閲覧。東アフリカの未承認国家、ソマリランドで、大学院を作った25歳の日本人。キャリコネニュース。https コロンスラッシュスラッシュニュース .carconnection.jp スラッシュ。p コール58352015年1月18日、閲覧。教育界の お騒がせ、男が受験サプリに加入した、理由ニュースピックス2021年8月20日、閲覧。ありがとうございます。